今日ね、本当は二人で飲みに行きたかったんだけどね。待ち伏せ。なんか、ここへ来て。こいつもミツと同じか。何か、みんなのとこ戻ろう。ねえ、電話番号教えて。重い。何めくってんだよ。キスシーンが分かりません。これどういうこと、キスシーンが分からへんとよ。じゃあ一回女優さんやるかな。おい、俺たち見えねえのかよ。あの MC すごいな。やりたいよ。どういうキスにする、その。あの MC 何やるか。なんか奪うようなキスとか、なんか別れ際のキスみたいなでしょうか。あ、別れ際の、別れ際に須田くんが、はい、あの女の子に告白するの。あ、はい、な、告白したらキスで返してくれるみたいな。それいいね。行こう。ああ、いいね、いいね、いい。女の子主導やんか、それ。須田くんからね。須田くん頑張って。あ、女の子キス。いや、楽しかったね。うん、楽しんだ。すごく楽しんだ。よかった。またあいつ一歩前に出た。あいつ全然遠くを見て話すんだよ。あいつ。そろそろ時間かな。あ、そっか、もうこんな時間か。そうやね。なんか早かったな、今日一日。あ、そうやね。どこ見てんの。私、こんな楽しい夏初めて。誘ってんだ。なんで。いいよ、砂ちゃん、いいよ。どうしたの。好きです。お、付き合ってください。すごくいいよ。いいよ、砂くん、いいよ。え、何注意しちゃ OK ちゃうの、お前。何が OK だ。 OK です、 OK です。 OK、 何が OK だ。何が OK だよ。バラエティ対応いけるね。いやいや、全部お前がやったんだよ。まずお前が勉強しろ。いけるいける。というわけで、最後に須田君からお知らせが。最後かい。